はい、皆さんどうもケンです。今回もね、CM 紹介していきたいと思います。今回紹介する CM はですね、1983年のね、カバヤのマスカットキャンディーの、CM となっております。それでは、CM 紹介に行きたいと思います。はい、マスカットキャンディーとはということでね、マスカットキャンディーはね、カバヤからね発売された、飴なんですけど、1975年に、発売されました。マスカット味のね、キャンディー、2011年にはね、復刻版ということでね、当時のね、袋の柄でね、再販というかね、また、復刻柄で発売されました。はい、それではね、CM 見ていきましょう。どうぞ。色と柄できるプスコム等デザイン赤プルコムームーカ、小さな恋人限定版を抽選でプレゼント。空き袋2枚で気分は赤プルコ。カバヤのマスカットキャンディ。はい、いかがだったでしょうか。僕もね、タバコ吸う前はね、飴とかをねよく舐めていました。もうねタバコ吸い始めてからね、飴とかも舐めなくなってたんですけど、あのね、まあね、タバコ吸う前はね飴とかねガムとかよく噛んでました。このねマスカットキャンディーもね、その2011年のねその復刻の柄のやつはね、よく舐めてました。やっぱりね、飴は好きなんですけど、なんかちょっと口の中甘ったるいなっていう感じになって、だいぶ舐めなくなってきましたね。そう、タバコも吸ってるってこともあって、はい、皆さんも舐めてみてはいかがでしょうか。それではケンでした。バイバイ。